手放すと諦めるは違うのか。尺八さん、チケット7章のすべてすでに実現している、それを見るだけという認識を採用して約1ヶ月、受け入れることを許可すると決意すると、臨時収入や懸賞当選などいろんなラッキーが起こって驚きました。ただ時々以前のエゴ的認識に戻りそうになっては再度7章に戻してを何度か繰り返しています。今許可してから起こってきたラッキーは当然のことになりました。でも恋愛に関してはさっぱりなのです。確かに恋愛に関してはかなりの思い込みや自信のなさ等がありましたが、それらはそのまま受け入れました。7章通りどんな観念や思い込みを抱えているかに関係なく、幸せを受け取っていいと自分に許可することを決めました。なのにまだ受け取れていないということは許可できていないんでしょうか。前に条件付けしなくてもすぐに体験してよいという意味ですでにあるということですと以前尺八さんはおっしゃっていましたが、すでにここにあるものをすぐに体験してよいと許可しているのに、体験できていないのは許可しているのにできていないからなのか。すでにあるものを見る、現象化させるのには時間がかかるのでしょうか。よろしかったら教えてください。許可したくないんです。なぜ一定の分野だけラッキーが起こらないのか、これも結構多くの人が感じていることだろうと思います。一番欲していることは一番欲していないことです。まさかと思うでしょうが、そのまさかです。この転倒にはなかなか気づかないため、ある特定分野に対しては不思議なほど状況が好転しません。すでにあるものを見る、現象化させるのには時間がかかるのでしょうかという部分は根本に立ち返ってみてください。時間なんてものは本当はないんです。そのように時間を想定するのはあなたの中に抵抗があって、自らあえて実現を先送りにしていることを本当は知っているということです。頭、思考で許可するのと実際に許可を与えるのとは違います。許可を命令に変えてしばらくアファメーションを続けてみてください。私は自分に〇〇を命令する、こんな風にです。何か炙り出されてくると思います。あと第7章はすぐに適用できなくてもいいですよ。できるところからやっていってください。手放すと諦めるは違いますか。叶えたい願望があったんですが、諦めようという気持ちと頑張ろうという気持ちが同居してましたが、だんだん諦め方面に向かっています。でもそんなことにこだわってるってことはまだ諦めてないのかな。どちらも同じようなことです。単なる表現の違いです。ただ諦めるというのはネガティブな響きを持ちがちですよね。手放すは解放されたような明るいイメージがあります。諦め方面に向かっていますというのは状況に対するあなたの心境の変化ですよね。リアクションしてしまっているわけです。意図的に選んでください。手放す、諦める、頑張るだって構いませんよ。じわじわと状況によってコントロールされているような印象があるでしょう。それを止めて自分で意図的に選択してみてください。そうか、どうせなら手放せたんだ、執着がなくなってきたんだって思っちゃった方がいいですよね。ちょっと事態が悪くなったのでへこんでいたんですが、こう考えると実はそれもいい傾向なのかもとか思えちゃう自分が厳禁です。あ、それとダイエットの相談に、私は太っているとまず認めろとアドバイスされていらっしゃいましたが、やってみたら本当に全然落ちなかった体重が順調に減っていきました。筋トレや運動はしていたのに、2年近く痩せも太りもしなかったのに急にでした。本当、気がついたら痩せてた、痩せる準備はできてたって感じです。ありがとうございました。ダイエット成功おめでとうございます。皆さん、そこの部分だけは普通認めたくないんです。あなたは認めたことで抵抗を手放せた。そしたらそれはそんなにも簡単に現れてくるものなんです。だって本当は最初からあるんだから。
副園医として7章やってちょうど2週間。振り返ると目まぐるしいくらいにいろんな人とか楽しい時間を引き寄せてる。ただなぜか周りの人間が私の一番の願望をどんどん達成していく。後輩から彼女ができた報告聞いたとか、彼氏いないと思ってた女性が実は彼氏持ちだったりとか、彼氏とデートしまくった場所に友達カップルがデートに行くのを目の当たりにしたとか、とにかく周りの人間がラブラブな雰囲気をここぞと出しまくってくる。驚くべきシンクロなのは間違いないらしいから、自分のことのように喜んでるけど、ただ今日たまたま用事で一度も使ったことない地下鉄に乗って車内広告を見てびっくりした。引き寄せ中の彼と今年の夏行った某有名花火大会の鑑賞場所が大きく掲載されてた。その場所はだだっ広いけど人があんまりいない、知る人ぞ知る穴場的な感じで、普通だったらデカデカと広告に載るようなとこじゃない。広告内容は付近にマンションができたというものだったけど、二人で花火鑑賞してた場所から横目でマンションを見てるような風景が載ってた。また来年に絶対一緒に行こうと約束してた場所だけに、いろいろ考えにふけってしまった。たまたまあの電車、あの車両に乗って、たまたま二駅の移動の間に頭上を見上げ、それに気づく。本当に内面を変えるだけで、もうすでにここにあるから見ようと思うだけで、実はあっさり見えてしまうもんなんだと改めて思った。今回のはすごい出来事じゃないかもしれないけど、潜在意識をやってた頃はぶっちゃけ恋愛願望のシンクロに遭遇したことがなかったから、108効果にびっくりしてる。他人が自分の願望を実現って108さんのレスにもあったな。焦点が合ってるって解釈だっけ。気持ちいい幸せな感情に浸れたんなら何だって本当の現実だよな。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。